れと体当たりですね。よいしょ。これはおかしいな、38もあるはずなんで。ちょっとね、それ38の回ゼロにして、あ、これの重さがない、これの重さが33ですね。これが2で結構あるね、これ4グラムもあるんですね。33、はい、その見ます。あ、朝一より入ってる。まあ、無理入ってるまでは 20% ぐらいは入ってますね。でも今日ね、朝の使用の時にね、手が当たったんですよ。あ、そうですね。うん、振って。だから、食べるのはいいことなんですけどね、食べてくれるから。でも本当の調子ではないね、体重とか見るとね。私も。なんか家に連れて帰って、一日でそんな風になっちゃって、なんか何が悪かったの？そうか、これ28にして。なんで1日帰っただけでこんな風になっちゃったかっていうのはなかなか難しいというか、この子自体の肝機能とかね、心肺機能がやっぱりまだ十分じゃないんだと思うんですよね。だから、あの、申し訳ないけど相当用心してかからないと、酸素は、ね、呼吸さえ整ってくれればなしにすることもできる可能性はあるんだけど、温度がね、結構大事かなと思いますね。食べないね。朝一 10% でした。だからやっぱり今 20% だからちょっと食べたんですね。YouTube の動画見てると、あの退院のもうちょっと前ぐらいだと、先生があの抗生措置してくださってる時に、こうちょっと後ろ向いたり後ろ向いたりされてる時に、よく自分で扉をガンガン開けたりしてたんですよ。だけどやっぱりあのもう一回連れてきてからは、あのそういうこともしなくて、ずっとおとなしく抗生処置を受けてるので、そうですね。
かあと体重もね34か5ぐらいいったじゃないですか、はい、帰ってくちょっと前にあっという間に34で今も33だもんね。だからこれは大きいですよね。この落ちるのって調子上がるのが早いんですよ。でそこが元にもね35とかに戻るまでですごい時間かかっちゃうからさ、すいません。